どうも皆さんこんにちは、よしきです。本日も動画を見ていただきありがとうございます。今日は YouTube に向いている人5選について話していきたいと思います。どうぞ。はい、ということで本日も動画を見ていただきありがとうございます。本日は YouTube についてね、ちょっと話していきたいと思います。今まではカメラ、映像、写真についてのことをね、多く話してきたんですけど、今日はね、YouTube についてね、話していきたいと思います。このチャンネルでは、カメラ、映像、写真、YouTube についてね、発信しております。ぜひね、年内1000人の方をね、目指しておりますので、チャンネル登録の方よろしくお願いします。で今のうちにね、高評価だったりチャンネル登録をして、後からね、見返したり、最後までね、動画を見てくれたら嬉しいです。ぜひね、インスタだったりね、ツイッターの方もね、頑張っていますので、インスタ、ツイッターの方もね、フォローしてくれたら嬉しいです。まあ、インスタに載せてる写真だったり、動画とかもね、いろいろありますので、フォローして、SNS の方もね、チェックしてくれたらなと思います。ではね、この動画のね、結論から先にね、話していきたいと思います。YouTube に向いている人ね、5選についてのね、結論を話していきたいと思います。1つ目、目立ちたい人、有名になりたい人。2つ目、継続力や根気強い人、その経験がある人。3つ目、勉強が好きな人、頭がいい人。4つ目、時間とお金、どちらかにね、余裕がある人、もしくは両方に余裕がある人。5つ目、大きな失敗や大きな挫折をね、したことがある人。以上のね、どれかね、5つのうち1つでも当てはまる人はね、YouTube 向いてるんじゃないかなと思いますので、それについて一つ一つね、ちょっと砕いて話していきたいと思います。はい、まずはね、一つ目は目立ちたい人、有名になりたい人っていうね、項目について話していきたいと思います。まあ、これはね、ちょっと分かりやすいかなと思うので、まあ、YouTube ね、やりたくて有名になりたい人、お金を YouTuber になってね、稼ぎたい人、影響力をつけたい人はね、ぜひ YouTube はね、向いてるかなと思います。YouTube をやる、やらない以前においてね、学校だったりね、会社でよく目立つタイプの人とか、前に出てね、目立ちたがり屋の人とか、前にどんどん出てね、明るく振る舞っている人とかはね、ぜひね、YouTube とかね、カメラに向かって喋ること、誰かとね、話してコンテンツを作ることはぜひ向いてると思うので、YouTube にね、チャレンジしてみてほしいなとは思います。僕自身はね、全然目立ちたがり屋でも前に出たいタイプでもなくてね、それを横に見てたりとか、目立ってる人を見てね、すごいなとか、よくそんなことできるなって思うタイプであるので、このね、項目には全然僕は当てはまってはいないんですけど、まあもちろんね、まあ、こうやって目立ちたくないとか、あんまり前に出るタイプではなくても YouTube はできるんですけど、よりね、その顔を出すとか、誰かに向かって喋るとかね、人前に周りの目を気にしないとか、そういう面において気にしなければ YouTube をやるね、壁だったり少なくて済むと思うので、ぜひね、そういった性格の持ち主の方はね、YouTube にチャレンジしてみてください。二つ目、継続力や根気強い性格の人、もしくはその経験がある人です。まあ、これについては YouTube はやっぱりね、更新頻度っていうものがあるので、月に1回とか年にね、数回だけ出すっていうのではね、 YouTube のチャンネル登録者だったりね、 YouTube は伸びることはないので、まあ、週にね、1、2回とか週に3回、4回毎日投稿するとかね、自分の中で決めて YouTube は運営するとね、伸びやすいと思います。なのでやっぱり継続力だったり、その何かを自分で続けたり、今まで習い事をずっと続けていたとか、好きなことをね、何年も何十年も続けたことがあるっていう人は、なんか継続力だったりね、続けるっていうことへの、ね、クリアできてると思うので、継続力自分あるなとか、続けることだったり根気強さを持ってるなっていう人はね、ぜひ YouTube にね、向いてるかなと僕は思います。まあ、継続力と根気強さっていうのはちょっと違うんですけど、まあ、やっぱりね、 YouTube はYouTube の企画を考えて、こうやってカメラに向かって動画を撮って、でパソコンだったり携帯でね、動画を編集して、サムネイルを作って、タイトルを考えて、アップロードして、また自分の動画を何がいけなかったのか、何が良かったのかっていう研究をするっていうね、分析をするっていう繰り返しではあると思うので、やっぱりね、根気強さだったり、やっぱり継続力はね、必要かなと思います。まあ、YouTube はね、まあ、やっぱりいつバズったりとか、いきなり動画がね、数ヶ月後に伸びたりするっていうこともあるので、こういうことをやったら必ずこの動画何万回再生されます、何人登録者伸びますっていうね、マニュアル的なものは存在しないので、人によってね、違いますし、出す時間によって、出す時期によって、出す動画の尺によってね、全部の条件はね、人それぞれ違うので、やっぱり根気強さだったりね、ある程度の理不尽な
ことを経験したことあるとか、そういった面ではね、継続力だって根気強さはね、必要かなと思います。続いて3つ目、勉強が好きな人、頭がいい人、これについて話していきたいと思います。これは学校の成績が良かったとか、いい大学に出ている、いい頭の高学歴な高校に行っているっていうことではありません。もちろんね、高学歴だったりとか、元から頭がいい人とか、やっぱ受験だったり学校のね成績を取ってきてるっていうね、自信だったり実績があるので、YouTube もね頑張れたり向いている可能性は高いとは思います。でここで言う勉強が好きなことっていうのは、なんか自分の好きなことだったり、この YouTube で自分の好きなコンテンツをね配信すると思うので、なんか好きなことをとことん調べたりとか、自分と似たジャンルの人を YouTuber の人をコンテンツを研究したりとか、どうやったらうまくいくのかなっていう風なね、勉強だったりね、調べるね能力がある人のことをね指しております。YouTube を伸ばすっていう面では、向いてるかっていう面では、やっぱりね、うまくいってる人を真似たりとか、YouTube を勉強したり、アルゴリズムを勉強したりとか、他の SNS からその登録者をね持ってくるとかね、いろいろやらなきゃいけないことはあるので、やっぱりね勉強することだったりね、頭の良さだったり、頭の回転が速い人の方が YouTube は向いてるかなと思います。続いて8つ目、時間とお金のどちらかに余裕があるっていう点についてです。もちろんね、お金もね時間も余裕があるんで、持て余してるんでっていう人がいればね、もちろん心置きなくね YouTube を楽しんでいただければなと思うんですけど、そんな人はねなかなか今いないとは思うので、どちらかお金か時間かね、どちらかに余裕がねある程度ある人はね YouTube は向いてるかなと思います。やっぱりね、まず時間の話をすると、 YouTube はねどうしてもこの動画を考える企画の時点でね時間もかかりますし、動画を撮っているこうやってカメラに向かって喋っている時も何十分か何時間かねかかる人もいるだろうし、動画をパソコンで編集したりするのも何時間もかかって、また動画をアップロードしてって 何十分何時間ってかかってね、一つの動画を出すまでにねすごい時間はかかるので、やっぱりね時間っていうものはね ある程度余裕がある人の方が YouTube はね向いているかなと思います。もちろん時間もない中でね短くもう数十分で撮ってあんまり編集しないで YouTube に動画を上げ続けるっていう人もね、あんまり編集しないで動画を上げる人もね今いて、それでも伸びる人は伸びるとは思うので、やり方次第にはなるとは思うんですけど、やっぱりある程度編集をして視聴者の方が見やすくて飽きられないように、これからも見てもらえるように応援してもらえるような動画作りをねするためにある程度考えて時間をね必要とするので、時間は必要かなと思います。次、お金にね余裕がある人、やっぱり YouTube っていうのは不安定でありますし、安定してお金が入ってくるっていう、会社のね給料みたいに毎月いくら入りますよって決まっているわけではないので、その月の再生数だったり広告単価だったり、 YouTube はねやっぱり不安定なものであると思います。なので普段会社員をして毎月ね収入が入ってくるとか、個人的にビジネスをやっていてこっちで必ず大きなお金が入ってくるから、趣味だったりね余裕があるから YouTube をやってみるっていう方はねぜひ向いてるからチャレンジしてみてもいいかなと思います。やっぱりねお金とか時間に、ね、余裕がないとメンタル的にね不安定になって、YouTube をやっていても楽しくなかったり、まずはね楽しく続けられないと YouTube もね視聴者の方に伝わってしまうので、お金とか時間の、ね、余裕がどちらかあると心のね健康にも良くてメンタルにもいいと思うので、どちらか余裕があるとね僕はいいかなと思います。続いて最後5つ目、大きな失敗や挫折があることについてです。これはね僕が始めたきっかけではあるんですけど、YouTube はねやっぱりたくさん動画を出して全然最初は見られないですし、失敗もねたくさんあるんですけど、動画を出しても見られなかったり、動画を出す時にもね勇気が最初いりますし、 YouTube を始めるっていう意味でもね勇気がいるので、多少のね挫折だったり失敗はねあるんですけど、あとやっぱりねアンチコメントだったりね、そういうコメントも多少ね少なからずねたまに来たりするので、そういう時にね過去に大きな失敗だったり大きな挫折をしていると、こういう YouTube でのね小さな日々の失敗だったりね挫折はねこれぐらいだったり気にしないとか、過去にこういう経験をしたから今はね頑張れるだったり、自分のね経験のもとにね YouTube に向き合えることもあるので、過去に大きなことを経験している人はね YouTube にね向いてたり続けることができるかなと僕は個人的には思います。
まあ、僕の場合はね、過去に動画には載ってるんですけど、コロナの後遺症で会社を、まあ、コロナの後遺症でね、病気にかかって、脊髄の病気にかかって、会社を退職することになってね、今現在無職で、映像クリエイターだったりね、フォトグラファーとして写真や映像を撮ってるんですけど、まあそういうね、まあ、失敗とはね、僕は思ってないですけど、まあ人生の中ではね、大きな出来事が あったので、そういう出来事をね、こういうことがありましたって発信して、一人でもね、多くの方に勇気づけたり、こういう人もいますよっていうことをね、発信したいから YouTube を始めたので、まあ、過去にね、こういう大きな出来事だったり、大きなターニングポイント、挫折やね、まあ出来事だけを見たらね、自分にとっては人生、まあ他の人から見たらね、すごいマイナスのことが、出来事が起きたから YouTube を始めることができたので、まあ、やっぱり、まあ、何もなくね、失敗も成功、挫折もしたことないです。今まで全部成功してきました。人生楽しくてしょうがないですっていうね、姿をカメラに映すのも十分ありですし、やっぱそういう姿を見てると、こっちもね、見てる人もハッピーになるのでいいと思うんですけど、なんか、こういう失敗をしたとか、まあ言わなくてもいいので、心に秘めて、それを糧に YouTube を頑張るっていうのでもいいので、まあいろいろね、人それぞれね、失敗や挫折っていうのは必ずしもあると思うので、それをね、糧に YouTube を頑張るっていうのもね、一つの武器でありね、強みであると思うので、大きな挫折、失敗がしたことがある人、それをね、受け止めてね、前に進める人は YouTube 向いてるかなと思います。はい、ということでね、ちょっと話してきたんですけど、ここまでね、5つ話してきました。最後にまとめるとね、1つ目、目立ちたい人、有名になりたい人。2つ目、継続力や根気強さ、その経験がある人。3つ目、勉強が好きな人、頭がいい人。4つ目、時間とお金、両方か、それかどちらかに余裕がある人。5つ目、大きな挫折や失敗をしたことがある人。以上がね、この以上の5つが YouTube に向いて、僕がね、個人的に YouTube 向いてる人なんじゃないかなと思っております。ということでね、ここまで見ていただき本当にありがとうございました。このチャンネルではカメラ、映像、写真、YouTube のコンテンツについてね、発信しておりますので、チャンネル登録してない方はぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。年内に、ね、1000人の方チャンネル登録を目指しておりますので、まだチャンネル登録してない方は、応援してくれる方もね、チャンネル登録してくれたら嬉しいです。あと、高評価、コメントの方もね、ぜひよろしくお願いします。今、YouTube を始めようと迷っている人だったり、YouTube を始めたいけど、勇気が出ない人だったりね、ぜひコメント、高評価をしてくれたら嬉しいです。あとね、インスタ、ツイッターの方もね、フォローしてくれたら嬉しいです。これからね、どんどん投稿も増やして頑張っていきたいと思うので、YouTube と同じように、SNS のフォローもね、してくれたら嬉しいです。ということでね、ここまでね、YouTube を向いている人について話してきました。次回はね、逆にちょっと YouTube は向いてないんじゃないかなとか、こういう人は YouTube を、あらかじめ最初からやらない方がいいかな、向いてないかなっていう人の特徴についてね、ちょっと僕なりに話してみたいと思うので、ぜひチャンネル登録をしてね、次回の動画を待ってくれたらなと思います。次回の動画でまた会えることを楽しみにしております。バイバイ。